がどれだけ戻ってるかですね、佐々木豊がね、怪我から長い怪我でしたね。そうですね、やはり膝でしたよね。膝ですね。待ってます。徳信王も腹出して出てきますからね、体生かしてまとも抜けちゃきついですよね、佐々木豊。やっぱりこう中に潜り込むような形でしょうか。うん、そうです、ね、でも相撲大きいんですよね、佐々木豊関のね相撲は。最近ね、この突っ張りが出てくるんですね、特進を前哨戦で、でそこから捕まえるんですね。近寄るなって感じの相撲ですね。まあ、中入りましたね。特進は重いんですよね、こうなってから腹出し出てくるでしょ。本当ですね、体が浮いちゃいますね。落とされたかも、これも十分ですからね。さあ、力の出し合いです。粘ります。館内湧きますね。かなり締め付けられてますね、トスレとか。大丈夫でしょうか。だんだん調整変わりました。徳信を勝って2連勝、場内沸きました。いい相撲でしたね、お互い。やっぱ腹出しこう出てくるんですよね、ってきついんですよ、あれ小さい方は。今実家がこもっていた柿添さん、はい、しんどいですか。あれしんどいんですよね。